出席員59名であります休憩前に引き続き会議を開きます引き続き質問を行います坪川達弘君 皆さんこんにちはえー、呉選挙区自由民主党広島県議会大使会の坪川達弘です本日は遠方にもかかわらず地元の呉を中心にたくさんの方々に傍聴していただいております皆様のお力こそが私の政治活動の原動力となっており大変感謝いたしておりますまた初めての一般質問にいただきました議長をはじめ 先輩議員の皆様に大変感謝申し上げます。さて、私が開発した殺菌成分配合の薬用ハンドソープが、現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で需要が高まり、フル生産をしている状況だそうです。それを取り扱うヘルスケアメーカーの研究開発を経て、家業である 80年続く川尻筆のメーカーでの商品開発など、ものづくり一筋でやってきたため、大方の予想では、昨年の広島県議選には出馬しないと言われておりました。しかし、平成30年7月豪雨災害で、私の選挙区である呉市は、天皇、安浦町をはじめ、甚大な被害がありました。私の地元、川尻町は、JR 国道が寸断され、 一時陸のののととととなりままたた約1ヶ月の断水極限状態とはこのことかと思いました被災地で泥かきをしながら、地元に県議会議員がいなければ復旧・復興が遅れ、地域が停滞すると思い、また強い広島県をつくるには自分しかいないと考え、家族の反対を押し切り、立候補いたしました。昨年 年男でありました私は、イノしシ,シのように、地元を中心に広島県復旧・復興の取り組みに突っ走った一年でありました。広島県議会において、1人で会派を作りましたが、会派分け隔てなく、議員の出入りの多い、風通しのよい,い会派控室でもあります。また私の要望に迅速かつ的確に対応していただける執行部はじめ、 職員の皆様には大変感謝しております引き続き県民のため広島県は県政発展のためぜ,ぜひひで戦っていきたいと思いますそれでは早速質問に入らせていただきます質問の第一は平成30年7月豪雨災害からの復旧復興についてお伺いします一昨年の7月豪雨では県内広範囲において甚大な被害が発生し未だ 災害復旧工事に着手できない箇所も少なくなく、まだまだ復興途上であります。県が進める公共土木施設の災害復旧工事について、知事は、9月定例会で全2550箇所のうち、本年度中に5割の完成を目指すと答弁されました。しかしながら、災害から1年半が経つ1月末時点では、完了見込みは634箇所。 約25という状況でありますこれらの要因として、被災箇所の多い地域における不調不落の発生、一部資材の調達の遅延、下請け業者や技能労働者不足であると説明されています。不調不落対策として、昨年9月から適用する復興部係、復興係数の導入があります。これは1月23日知事から 国土,大国土交通大臣への要望を踏まえ、来年度も継続して適用されることとなり、心強く感じております。一方、復興部係、復興ケースの導入やそのほかも含めて、さまざまな不調不落対策を取っているというのことですが、それぞれの対策を導入したことによって、どのような効果が出ているのか、実感できないのも事実であります。 本県の土木関係公共事業を取り巻く状況について、平成14年度から平成30年度までに当初予算は1510億円から640億円と約4割にまで縮減されました。また、建設工事入札参加資格者は平成14年に4300社あったものが、7月豪雨災害が発生した平成30年には3000社と、 約7割にままで減少しておりますこの実情を踏まえた実効性のある対策が急務であると考えます。被災者の方々の1日も早い生活再建や事業活動の再建に向けて、公共土木施設の災害復旧工事は危機意識を持って迅速に対応しなければなりません。これらは県土の創造的復興を遂げるための大きな第一歩と考えます。 そこで、県土の創造的復興に向けて、最初の段階といえる公共土木施設の災害復旧工事について、これまでの対策を含めて、現状をどのように分析し、今後、抜本的な見直しを含めて、どのように加速化を図っていくのか、知事にご所見をお伺いします。質問の第2は、強靭なインフラの創生についてお伺いします。1点目は、 強靭なまづくりにに向けた道路整備についいてお伺いします県内広域で甚大な被害となった一昨年の七月豪雨災害において我が呉市も相当なダメージを受けました天皇地区もその一つであり町全体が被災しいまだに仮設住宅で生活されている方もいらっしゃいます現在氾濫した大谷大川と天皇焼山を結ぶ剣道呉環状線などは 砂防ダムや道路の改良復旧工事が着実に進められているところですが、この地域は、地政的には豪雨災害に対し、潜在的リスクが高いエリアといえます。このため、現在改良復旧事業に加えて、昨年3月に4車線化が決定したクレアラインの早期整備や、これに伴う天皇から焼山方面のアクセシビリティ強化など、 強靭なインフラ創生が大きく期待されております。また、災害に強い街づくりには、主要道路間の結節も重要です。昭和50年代のクレアラインの4車線化計画にあったように、クレアラインと国道31号は、立体的な構造で結節され、クレポートピアランド跡地を活用し、防災拠点機能を有する道の駅が整備されれば、 天皇地区も災害からの真の復興を実感できるのではないでしょうか。さらに、代替道路の整備も重要な対策であると考えます。例えば、国道185号の広安浦間のバイパス計画を推進するべきではないでしょうか。国道185号は呉市から瀬戸内海沿いに三原市にまで至る幹線道路であり、 生活向上や地域産業の発展に大きく貢献する重要な路線です。特に川尻地区、安浦地区、秋篠田諸島地域は、通勤・通学、買い物通院、観光や救急救命活動など、呉市中心部との広域的な交流や連携強化が必要となっている地域であり、本路線は地域の生命線として極めて重要な役割を担っております。しかしながら、 新潟付近は平時から慢性的な渋滞が発生しており安浦町から近い救急医療機関まで約1時間かかるのが現状ですさらに平成30年7月豪雨では新潟町川尻越えで発生した土石流により本路線が崩壊し2か月通行止めの後約3か月弱片側通行となりました当時は JR 呉線も普通であったため 公共機関バスでの移動を余儀なくされ、幹線道路の強靭化や代替道路確保の重要性について身をもって実感しました。こうした中、平成31年4月、国道185号が重要物流道路に指定されました。これによって生活道路整備に加え、災害時の代替道路としても、広安浦間の早期事業化が求められる一層重要な路線として位置づけられました。 国道185号の先小倉交差点立体交差事業は、令和3年度完成予定であり、その後は国道185号の広安浦間のバイパス計画をぜひ進めていただきたいと考えております。そこで、強靭なちづくりに向けて、クレアラインの4車線化の整備促進や、クレアラインと国道31号との結節点整備、さらには重要物流道路に指定された 国道185号の広安浦間のバイパス整備について、今後どのように実現していくつもりなのか、知事にご所見をお伺いします。2点目は、水道施設の老朽化対策についてお伺いします。本県では、県営水道施設の強靭化対策については、平成30年7月豪雨による甚大な被害を踏まえて策定した豪雨災害からの復旧・復興プランに基づき、 被災した施設の再度災害の防止対策を実施するとともに、被災の恐れのある施設についても、被災の未然防止対策を実施する取り組みを進められています。こうした中、先月、和歌山市で国道に埋設,埋設されている水道管から漏水が発生しました。原因は、1962年の不設から58年が経過した水道管の老朽化と考えられました。 しかも、この管は直径800ミリの基幹管路であり、修繕には断水が不可欠で、その影響は市全体の約5分の1に当たる3万5千世帯8万人に3日間の断水を伴うものでした。修繕工事に当たり、道路を掘削したところ、漏水箇所が基幹管路から分岐した直径150ミリの細い管であることが分かったため、急遽断水を回避し、 修繕工事を終了しましまたそこで議論になったのが、大規模断水は回避され、目先の混乱は生じなかったものの、敷設から58年も経過し、老朽化した管路は、このたびも更新されることなく、埋設されてしまったということです。全国の水道管は、高度経済成長期を中心に整備され、現在、総延長約71万キロにもなります。また 多くの水道管が法定耐用年数40年を経過しており、12万キロは更新が必要と言われています。最も心配なのは、これらの老朽管路が更新されることなく、損地されてしまっているということです。これは全国的に共通する問題と指摘されております。そこで、県市長が進められている水道広域化について、特に、 現在、市長が管理している水道施設における老朽化対策や強靭化対策について、今後どのように進めていこうとしているのか、知事にご所見をお伺いします。質問の第3は、地域活力の基盤づくりについてお伺いします。1点目は、日鉄日新成功呉製鉄所の閉鎖の影響に伴う対策についてお伺いします。 今年はいよいよ東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されることから、この一大イベントの追い風に乗って、我が国が再生するチャンスであると国民の多くが期待しております。一方で、その後の停滞を懸念する声があることも事実です。米中貿易摩擦による日本経済への影響や、国内消費の減、インバウンド消費の縮小などにより、経済学者の中でも、 リーマンショック後の再現を警戒されていますまた昨年の企業倒産数は8383件と11年ぶりに増加しておりますこうした中私の地元呉市において日鉄日新成工呉製鉄所が航路を含む全設備を令和5年度から休止することを決定しました製鉄所の閉鎖はグループ会社を含む関連企業の業績 約3300人の雇用、さらにはこれらの企業の地域貢献など、呉市のみならず、県内へ極めて大きな影響があります。これを受けて、今月10日、県は、国、県、市からなる合同緊急対策本部を設置し、12日にはあ、12日には、国、県、市それぞれが、取引先企業や従業員等のセーフティーネット対策の一環として、相談窓口を設置し、 相談内容に応じた各専門相談窓口につなぐ対応などを開始したところです。17日には知事、呉市長が日本製鉄本社を訪問して、事業所の存続を訴えられたと聞いております。しかし、地元では多くの不安の声で混乱しております。直接的に影響を受ける事業者は先の見えない不安しかございません。相談だけではなく、 当事者がががその先を見通すすことでできる対策,対策が不可欠な状況ですまた、地域住民も廃炉による景気低迷から、果たして地域活力を取り,戻す取り戻すことができるのか、将来への不安を抱えており、人口流出が懸念されます。府中町のキリンビール跡地のように、トップセールスを行い、再生した例もあります人口流出してからででは遅いのです。 今こそ待ったなしで県のリーダーダシップが必要と考えますそこで、日鉄、日新成功、呉製鉄所の閉鎖について、経営や雇用など影響を受ける企業に対して、具体的にどのように支援していくのか、また、跡地利用も含めて地域活力を再、地域活力を再生させるための方策について、呉市との連携を含め、どのように取り組むのか、併せて知事にご所見を伺いします。 2点目は、秋き地域の振興策についてお伺いします。秋き地域は下鎌刈島、上鎌刈島、豊島、大崎上島の主要4島からなり、平成12年1月に開通した秋き大橋によって、本土側である私の地元、川尻町と連絡し、さらには平成20年11月の豊島大橋開通により、主要4島が橋でつながり、離島が解決されました。 現在の通行料金については、平成24年1月から26年3月に行われた通行料金割引実験を実施したときと同水準の通行料となっております。秋名大橋は住民にとって、通勤・通学・通院・買い物など、日常生活を送る上で、本土への利用可能な唯一の生活道路であり、現在の通行料金であったとしても、 住民にには非常に大きな負担を強いていてる状況でありますまた、交流人口拡大においても、通行料金は大きなハードルとなっているのは事実であり、当地域のさらなる地域振興を推進するためには、通行料金の見直しが不可欠と考えます。こうした中、昨年9月、議会に秋名田大橋早期無料化に向けた請願が提出されました。 これには2万1615名の署名が添付されており、島民にとっていかに切実なことかを、島民の気持ちとなってご理解いただきたいとお願い申し上げます。広島県が掲げる欲張りなライフスタイルの実現は、島民にとってはほど遠い基本方針となっております。秋奈良大橋は有料道路事業という制度を利用して整備したことから、借入金等の償還が必要であり、 令和12年1月までの償還計画のもと、有料道路として併用されております。平成2 3 0年度末の未償還額は約36億円、損失補填引き当金は約12億円です。国と金融公庫からの借入金は、令和元年9月で完済しており、県の出資金の償還が残っております。さらに、損失補填引き当金を償還に回せば、 わずか約二十四億円が未償還ということになります。先日呉市は。秋名な大橋の利用促進に向けて。十八歳以下の子供を持つ世帯を対象として。回数券百回券あたり。さらに一万円を助成することを発表されました。これは新たな施策の一つとして高く評価するものであります。私は通行料金の見直しだけではなく。新興策の案として。県が中心となって。過疎化が進む。 当初部全体を福祉に特化した町や教育に特化した町にして、交流人口を拡大を図ることも一つだと考えます。そこで、厳しい財政状況の中で、呉市が打ち出した助成策を受けて、県は、秋名田地域で生活している県民の欲張りなライフスタイルをどのように実現していくのか、また、秋名田大橋有料道路事業における出資金等の償還計画について、 どのように認識されているのか、知事にご所見をお伺いします。三点目は、自立できる水産業の確立に向けた取り組みについてお伺いします。昨年9月、豊島太刀魚が、ひば牛とともに、県内で初めて GI の登録となりました。GI 登録とは、100カ国以上で導入されている地理的表示保護制度であり、地域で育まれた伝統を有し、 その高い品質などが生産産地と結びついていてる農林水産物の名称を知的財産として保護すする制度です品質の高い豊島太刀魚を全国的に認知されるブランドに押し上げ、漁業者がプライドを持ちながら、将来にわたり品質管理の徹底を図るとともに、伝統の一本釣りの島ととして、地域の誇りや愛着を醸成することを目的として、登録への取り組みが進められました。 一方で、本県の海面漁業は大変厳しい状況にあります。漁獲量はピークであった昭和54年の約2万9千トンから、平成27年は6割以下となる約1万7千トンにまで減少し、経営体はピーク時であった昭和53年から平成25年には半減し、漁業者の年齢構成も高齢化が進み、60歳以上が全体の約75%を占めています。 豊島立ち往生における状況も例外ではなく、昭和55年に2226トンあった漁獲量は、平成29年度に540トンと徐々に減少をしております。さらに、平成30年は179トンと、せっかく GI 登録を受けても、これからブランド化による販売戦略を展開していこうというところで、そもそも成りわいとなるのか、危ぶまれている状況です。県では近年 新規漁業就業者の受け入れを積極的に行ってきており、県内外から多くの若者が移住し、呉豊島漁協においても積極的に受け入れ、後継者の育成にも努められています。それにもかかわらず、地元では漁業だけでは生活していくことができないとの声が絶えません。今こそ生態系や自然環境の変化、漁獲実態、 流通経路やニーズ調査などに基づいた対策が必要ではないでしょうか。そこでまず、立チウの漁獲量が減少している原因をどのように認識されているのか、そして、豊島立チウが産業として自立できる水産業の確立に向けて、今後どのように取り組みを進めていこうとされているのか、知事にご所見を伺います。質問の第4は、デジタル化の推進についてお伺いします。政府は、 少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対応するため、デジタル技術が社会実装され、経済発展と社会的課題の解決が実現した社会を、ソサイティー5.0と呼び、AI、IoT、ロボティクス等のデジタル技術やビッグデータを活用して、遠隔地の教育や医療など、産業構造やビジネスモデル、生活スタイルの変革と、 より便利で快適な社会を目指した取り組みを進めています。本県においても昨年7月、山田副知事を本部長とする県内の製造業や医療など、さまざまな産業のデジタル化を促し、生産性の向上などを後押しする新たな組織、デジタルトランスフォーメーション推進本部を立ち上げました。本次定例会でもデジタルトランスフォーメーションの推進に関する来年度予算が多くの局から提案され、 来年度は仕事や暮らし、地域社会におけるデジタル化推進を支える基盤づくりに向けて期待が膨らむところです。国土交通省では、バスやタクシーのドライバー不足を背景に、移動手段の拡充を図るため、茨城県の境町と民間事業者の連携し、本年4月にも自立走行バスの公道での実用化を目指しています。まさにデジタル デジタル技術の活用により、これまでの概念にとらわれない快適で活力にあふれる質の高い社会の実現が可能になる一例だと思います。さて、現在、私の地元呉市では、JR 呉駅周辺の開発について議論が進められております。新たな駅周辺の都市計画の中で、自動運転の技術を取り入れた公共交通の導入について、 全国に先駆けた検討もされていると聞いております。その第一弾として、昨年12月には、水素燃料電池バス運行の社会実験を行うなど、具体的な取り組みを始めたところです。私は過疎化の課題解決や、未来のスマートシティ構築に向けて、まちづくりに必要な情報や、データ収集、分析、活用法という視点が欠かせないと考えています。そこで 本県が重点的に施策として位置づけるデジタルトランスフォーメーションの推進として、呉市のような市長のデジタル技術の活用に向けた取り組みに対し、県としてどのように関わり、支援していこうとされているのか、知事にご所見をお伺いします。質問の第5は、新型コロナウイルス感染症対策についてお伺いします。中国の湖北省武漢市において、昨年12月以降、 新型コロナウイルスに関連した肺炎の発生が報告され、先月末、WHO ・世界保健機関の緊急委員会は、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に該当すると発表しました。このような状況を踏まえ、政府は新型コロナウイルス感染症を、罹患した方に対する強制入院や、接触者の把握、追跡など、強制的な措置を取れる指定感染症の指定とともに、 病原体の国内への侵入防止のため入国拒否等の水際対策が可能となる検疫感染症に指定しました県も先般特別警戒本部特別警戒支部を設置し24時間の相談窓口を設置するとともに関係機関での連携を強化されております感染の広がりが早さが凄まじい新型コロナウイルスは インフルエンザの少し上の予防をすればよいという意見もある一方で、ワクチンの開発には時間がかかり、効果的な対策が見いだせないまま、薬局ではマスクが品切れ状態であるなど、情報が錯綜し、混乱に拍車をかけています。正確な情報がわからないため、不安ばかりが募ってしまうわけですが、例えば広島空港での水際対策はどうなっているのでしょうか。 また広島港の五日市地区や宇品地区に寄港するクルーズ船や他の港に入港するコンテナ船への対策はどうなっているのか、そしてそれらの対策は有効なのでしょうか、さらに訪日観光客の減少や世界の市場を牽引する中国経済の停滞による我が国への影響、また中国サプライチェーンを含めた県内の影響など、副次的な影響も懸念されています。 日銀の黒田総裁は、先の衆議院予算委員会で、中国経済のプレゼンスが大きく、より新型コロナウイルス感染症の影響が大きくなる可能性があると発言されています。まずは、市中感染が叫ばれる中、中国関係の国際線の運休などを含め、感染拡大の防止に向けて全力を挙げなければならないと考えます。そこで、新型コロナウイルスの感染拡大が まだ止まらず、パンデミックの可能性も完全に否定できない今、正しく恐れ、適切な対応を取る必要があると考えますが県内感、県内感染者が出た場合の感染拡大への対応や、県内企業への支援など、具体的にどのような対応をしていくのか、知事にご所見をお伺いします6番目は、にぎわい拠点づくりについて要望させていただきます。 1>, 1月30日サッカースタジアム建設推進会議においてスタジアム建設の基本計画素案が公表され公園と一体となりさまざまな世代が日常的に遊びやスポーツ等を楽しめる街中スタジアムの整備方針が示されました現在その素案に対して広く意見を募集するため3月3日までの間パブリックコメントが実施されています私は以前からスタジアムありきではなく 公園内にたまたまあったというスタジアムシティという考えを理想としており、この度の基本計画素案はまさにそのものであり、今後の検討や整備に向けて大いに期待しております。であるからこそ、サッカーの試合時だけではなく、多機能性や多目的性を備え、年間を通じて人が集う場所としていかににぎわいを創出し、県民がスタジアムに魅力を感じることができるかが重要であると考えております。 ぜひこれに向けた前向きな議論の結果、交流人口が拡大することを期待し、県民に愛され、世界に誇れるスタジアムとなるよう要望させていただきます。終わりに私の思いを述べさせていただきます。これからますます、あらゆる分野でデジタル化が進み、あらゆるものが多様なテクノロジーとつながる社会になっていく中、これからの時代を担う子どもたちが希望を持って、 成長できる社会の実現に向けて取り組みたいと思っております。さらに、県民が自らの故郷を誇れるよう、国際平和拠点、広島に向けた国際機関の誘致など、広島のさらなる価値向上に向けた取り組みや、中山間地域における人が集い、活気のある街づくりなどの実現に向け、これから研産を積んでいきたいと思っております。私の名付け親である 元内閣総理大臣、橋本龍太郎先生は、すべての人が幸せに暮らせる社会をつくることを政治家のモットーとして、弱者に対し、生涯変わらぬ優しいまなざしを注がれました。私もこのような大志を抱き、広島県民のため、被災地域のために、真面目にブレずにやっていきたいと思います。ごご清聴ありがとうございました。 答弁を持てます知事湯崎秀君<上>まず、平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興についてご質問のご質問でございます平成。平成30年7月豪雨により被災された住民の皆様の、 一日も早い日常の回復と、創造的復興による新たな広島県づくりに向けまして、復旧・復興に全力で取り組んでいるところでございます。こうした中、災害関連工事の発注が本格化し、労働者や一部資材の不足などにより、入札の不調・不落が懸念されたことから、入札契約に関しましては、指名入競争入札の適用拡大、技術者の兼務制限の緩和、 また、積算に関しましては、遠隔地からの労働者および資材調達にかかる経費の計上、復興係数、復興部係の導入、発注に関しましては、近接する複数工事の一括発注による発注件数の抑制、入札参加要件の緩和など、さまざまな対策を行ってきたところでございます。 これらの取り組みによりまして、不調不落の発生が減少する地域が見られるなど、一定の効果は発現していると考えられますが、被災箇所の多い地域においては、労働者の不足などから依然として不調不落が高い割合で発生しております。このような状況を踏まえ、復興ケース、復興部がかりを継続して適用できるよう、先月、私から国に直接要望を行い、 来年度も継続する決定をしていただいたところでございます。さらに、県内の建設事業者が、技術者等を確保するための支援策として、建設技術者等緊急雇用事業に加えて、これまで以上に県内ノミナルず県外からの労働者の確保を促すため、工事費に計上できる宿泊費等の経費に、日当などの経費を追加できるよう改正し、 業界団体へ情報提供すするととともに積極的な活用を要請したところでございます今後も地域ごとに異なる災害関連工事の事業執行上の課題を整理した上で、市長工事や農林,農林災害工事も含め、県、市長連携の下、県全体として効率的な執行となるよう、必要な対策を講じてまいります。 引き続き被災された皆様住民の皆様の一日も早い日常の回復が図られるよう、関係市長と連携、協力し、創造的復興による新たな広島県づくりに全力で取りり組んでまいりまいす次に強靭なまちづくりに向けた道路整備についてでございます。 平成30年7月豪雨では、広島呉道路や国道31号が寸断されるなど、県内の道路ネットワークに甚大な被害が生じ、県民の皆様の日常生活や、経済活動を支える人流物流に大きな影響が及ぼされたところであり、県の強靭化に資する道路整備を進めることは、極めて重要であると認識しております。広島呉道路につきましては、 広域連携の強化や物流の効率化、災害時の緊急輸送など、重要な役割を担う道路であり、防災対策を講じた上で、4車線化されることにより、より安全で円滑な交通が確保され、災害に強い道路ネットワークの構築が図られるものと考えております。すでに西日本高速道路株式会社において、全線区間にわたって で調査・設計業務が発注されるなど、鋭意事業が推進されている状況でありまして、引き続き4車線化の早期完成に向けて、関係機関と連携し、取り組んでまいります。次に、天皇地区における広島呉道路と一般国道31号との接続についてでございますが、国道 31, 31号の広島方面および呉方面から広島呉道路へ、 立体構造によって接続する計画が昭和56年に都市計画決定されております。現在は広島方面からのみ接続する暫定的な構造で運用されているところであります。一般国道31号の広島呉両方面からの都市計画決定通りの広島呉道路への接続につきましては、現在事業主体が定まっていないことから、まずは 広島呉道路の4車線化の整備促進を図ることとして、今後の交通状況等を総合的に勘案する中で、関係機関で協議していくことになると考えております。次に、一般国道185号につきましては、公益的な交流連携を支える幹線道路であるとともに、呉市東部地域の交通基盤として、重要な役割を担う道路だと認識しております。 このうち広から安浦間につきましては、新潟や川尻の市街地において、主に朝夕に交通渋滞が発生しておりますことから、国において、川尻駅前や野呂山公園入り口等の交差点改良や、川尻地区の歩道整備など、原動の機能強化が進められているところでございます。 一般国道185号の整備につきましては、これまで新潟地区まちづくり協議会におきまして、地元の方々と取り組んできたところであり、この事業化につきましては、先小倉交差点の立体交差化の完成後のこの剣道部の交通状況などを見極めながらです、ね、国と協議、調整してまいりたいと考えておるところでございます。 引き続き県民の安全安心の確保のため、災害に強い道路ネットワークの構築を計画的かつ着実に進めることにより、県土全体の強靭化に取り組んでまいります。<coughs> <coughs> 次に日鉄日清製鋼呉製鉄所の閉鎖の影響に伴う対策についてのご質問でございます。日鉄日清製鋼株式会社呉製鉄所は、呉地域のみならず、本県経済を支えてきた重要な事業所であり、製鉄所が休止された場合の地域経済や雇用に与える影響は極めて深刻であると認識しております。 そのため、県では、日本製鉄株式会社、親会社による呉製鉄所の全設備休止発表後、直ちに呉市や国の関係機関をメンバーとする合同緊急対策本部を設置し、情報の共有や役割分担、相談窓口の設置などを確認したところでございます。さらに、今月17日には、私自身が呉市長とともに、 日本製鉄に対して合理化計画の見直しを含めた地域経済や市民生活への最大限の配慮と、合理化計画に関する情報の適切な開示について要望したところでございます。関連企業や従業員に対する具体的な支援策につきましては、現時点では日本製鉄の合理化計画の詳細が不明であることから、今後、合同緊急対策本部で、 事業者に対する経営相談や資金等の支援、また従業員等に対する就労相談をはじめとした各種相談や再就職支援などの具体的な対策を関係機関とともに検討した上で、適時適切に実施していくこととしております。また、跡地利用も含めた地域活力を再,力を再生するための方策につきましても、 地元クレッシュや国とも連携し、今後、日本製鉄から示される合理化スケジュールなども踏まえながら、地域にとって最適な活用方法を検討していく必要があると考えております。次に、秋名田地域の振興策についてでございます。秋名田地域につきましては、瀬戸内海有数の美しい自然環境や観光資源、 園芸作物の栽培地や、優れた漁場を有するなど、瀬戸内ブランドを牽引する地域であると認識しております。こうしたことを踏まえまして、昨年11月に、秋灘エリアの国内外への魅力発信、秋灘エリアで活発快適に島ライフを過ごすことができる施策の展開、また仕事の選択肢を増やすための産業の活性化を柱といたしました 秋名田エリアの策を県と呉市で取りままととめました県といたしましては、この振興策に基づきまして、秋灘地域で生活されている県民の皆様が、仕事や暮らしに対して抱く希望を叶えられる、欲張りなライフスタイルを実現できるよう、引き続き、呉市と緊密に連携しながら、秋灘地域の振興策に取り組んでまいります。 具体的に申し上げますと、県と呉市が相互に連携して、子育て世帯を対象とする、秋名田大橋の通行料金の助成事業をはじめ、柑橘栽培等の園地集積や担い手の育成、農水産品のブランド化に取り込むとともに、えー、観光収入調査や地域の魅力発信による観光振興、また、高速通信網の整備など、 当初部ののの産業生活両面の基盤の確立にに向けてて各種施策を積極的に推進しままいります次に、秋名田大橋につきましては、地域住民の利便性の向上はもとより、島し部の産業の振興、交流促進など、重要な役割を担うものであり、その整備に当たりましては有、有料道路制度を活用して、早期供用を図ったところでございます。 秋灘大橋有料道路事業の償還計画につきましては、長大な都会橋である秋名田大橋を適切に維持管理していくために必要な費用等と、将来交通量に基づく料金収入を見込んだ上で策定したものであります。おおむね現在のところ、計画通り推移しているところでございますが、 引き続き適切な管理運営に努めますとともにクレジット連携して利用促進を図りながら着実な債務の償還に努めてまいりたいと考えております。その他のご質問につきましては担当説明員より答弁させていただきます。 副知事山田一志君、デジタル化の推進についてお答えいたします。デジタル化、デジタルトランスフォーメーションの推進に当たりましては、地域社会におけるデジタル化を柱の一つに掲げ。 市・ににおおけるデデジジタタルル技術を活用ししたた課題解決とと行政サービスのデジタル化の化推進についいててて支援してまいりり考えております1つ目のデジタル技術を活用した課題解決につきましては、市長からデジタル技術を活用するうえでの課題をお聞きしたところ、デジタル技術に精通した人材の不足、システム導入にあたってのコスト評価が困難なこと、あるいは技術やノウハウを有する企業との関係の構築が難しいことなどが寄せられております。 このため、来年度におきましては、デジタル化に関する市長相談機能を強化するとともに、来年度設置いたします、箇所でございますが、広島県 DX 推進協議会にご参加いただくことで、県内外の企業や大学、研究機関など、多様な主体と交流する場を提供し、市長の取り組みがより効率的、効果的に進められるよう支援してまいります。併せてデジタル技術を活用した課題解決の取り組みモデルの創出と普及展開に向けて、 外部アドバイザーの派遣や財政的な支援など、日常生活に直結する課題が山積する中山間地域について、重点的に支援してまいります。2つ目の行政サービスのデジタル化の推進に向けましては、行政サービスの基幹となる情報システムの共同調達、共同利用や、高度なセキュリティ対策を講じる情報セキュリティクラウドの構築など、市、町の情報システム改革を支援する取り組みを引き続き行ってまいります。 さらに、市、町が保有するデータを、住民や民間事業者が誰でも容易に利用できる環境を整えることは、行政、住民、民間の共同によるまちづくりの推進にも資することから、市、町におけるオープンデータを促進することとし、県、市長間のデータフォーマットの共通化、標準化について調査・検討などを行い、情報提供などの支援を行ってまいります。 これらの取り組みを通じて、県内のどこに住んでいても安心して快適で便利に暮らすことができるように、デジタル技術を活用した地域課題の解決や、スーパーシティ、スマートシティなど、都市の機能、サービスの効率化、高度化を図る取り組みを市、町と連携して進めてまいります。 事業局長酒井裕樹君水道施設の老朽,化老朽化対策についてご答弁申し上げます県内の水道施設は全国と同様 高度経済成長期に集中的に整備されていることから、すでに更新期を迎えた施設が多くございます。幹 <laughs> 路でいえば、本県には約1万7千キロ、失礼いたしました。1万7600キロメートルあり、このうち法定対応年数の40年を過ぎた老朽館は、平成29年度末で、 約3300キロメートル割合は19%で年々上昇している現状にございますまた近年多発する災害を踏まえ災害に強い水の供給体制の構築が求められているところであり水道施設の老朽化強靭化対策は喫緊の課題であると認識しております現在 水道施設の老朽化・強靭化対策につきましては、市町単位で個別に実施,して実施されておりますが、多くの市長で財源や人材の不足により、対策が十分に進んでいない状況でございます。また、施設の更新費用は、このまま市長単位で個別に実施した場合、今後40年間で最大 1.8倍ままで増加すする見込みとなっておりますこうした課題に対処するため、現在、水道事業の広域連携を推進しているところであり、今年1月には、市長の意見を参考に、県の考え方を取りまとめたところでございます。具体的には、県内水道事業の経営組織を統合し、 統合のインセンティブとして交付される国の交付金の活用や、県全体で専門的な技能を持つ技術職員を確保することで、施設の大量更新期に入る前に、全体最適の観点から、老朽化・強靭化対策に取り組む必要があると考えているところでございます。県といたしましては、引き続き、市長の賛同を得ながら、 早期に統合に向けた本格的な取り組みを進め、将来にわたって安全・安心な水を安定供給できる強靭な水道システムの構築に向け、積極的に取り組んでまいります。 農林水産局長上中雅君、高君自立できる水産業の確立に向けた取り組みについてお答えいたします。タチウオは大分県から和歌山県まで、瀬戸内海全域に広く生息しており、 県内においては、主に呉市、豊島地区の漁業者によって漁獲され、関西市場を中心に高値で取引されており、漁業者の主要な収入源となる重要な水産資源でございます。しかしながら漁獲量は近年急激に減少しており、その要因につきましては、生態に関して不明な部分が多いものの、主な産卵海域と推定される豊後水道や紀伊水道での 産卵前の個体や、瀬戸内海全域における小型個体の過剰な漁獲が、資源の減少につながっているとの研究報告もされているところでございます。水産資源の回復につきましては、種苗放流、藻場などの育成上の整備、資源管理などの対策がございますが、他中央につきましては、種苗生産技術が確立されていないことに加えて、産卵時期や場所、 海遊ルートが明らかになっていないことから、現時点では種苗放流や適切な場所への育成上の整備を実施することが難しい状況にございます。このため、多中央の資源回復に向けましては、生態を明らかにする研究を進めるとともに、瀬戸内海全域で資源管理に取り組む必要があると考えております。広域的な資源管理につきましては、回遊魚であるサワラにおいて、 平成14年に国の主導により、瀬戸内海の関係府県の漁業者を構成員とする協議会が設置され、産卵期の休業期間の設定や、小型個体を漁獲しないために、漁網の網目を広げるなどの取り組みを行い、漁獲量を回復させた事例がございます。県といたしましては、タ中央の生態に関する調査研究を国に対して要望するとともに、サワラと同様に広域的な取り組みを進めるため、 漁業者による協議会を国の主導により設置するよう関係府県と連携し働きかけてまいりますこうした取り組みによりタチウオの資源回復を進め GI 登録された豊島タチウオの漁獲量を増やすことで担い手が将来の生活設計を描ける経営の確立に努めてまいります 健康福祉局長田中豪君新型コロナウイルス感染症対策についてお答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策につきましては、現在、国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が、 相次いいで発生ししててることから感染拡大防止に向けた対策の重要性が増しております2月25日には、国から現時点での対策の目的として、患者の増加のスピードを可能な限り抑制し、流行の規模を抑えること、重症者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くすこと、社会、経済へのインパクトを最小限にとどめることが示されたところでございます。 こうした趣旨を踏まえ、現在、県におきましては、感染者を速やかに把握し、その感染が拡大しないよう対応するため、主治医が新型コロナウイルスに感染しているのではないかと疑う患者につきましては、積極的にウイルス検査を行うとともに、感染者を受け,て受け入れていただく、病床の拡充に向けた調整を行っております。また、2月26日には、今後の県主催イベントの中止等の考え方を定め、 広く懸命に周知したところでございます次に、県内の企業活動等への対策につきましては、県費予託融資制度において、短期的な経営悪化に直面する中小企業を支援するメニューとして、緊急経営基盤強化資金を用意するとともに、補償限度額の別枠化等が図られる制度の適用を国に対して要請したところでございます。 今後、新型コロナウイルスをめぐっては、さまざまな状況の変化も予想されますが、県民の皆様に最新、正確な情報を提供すると同時に、市長をはじめ、関係機関、団体等と緊密に連携することにより、県民生活の影響を最小限にするよう、全力を挙げてで対応してまいります。 再質問を許します。坪川達弘君。以<上>ご答弁ありがとうございます。えー、日鉄日清成功呉成鉄所の閉鎖の影響に伴う対策について再度お伺いします。えー、今次定例会においても、各議員から人口減少の影響や 対策についても質問がされておりますこうした視点からも、令和5年度からの日鉄に新成功、呉製鉄所の休止は呉市のみならず、ですね、県全体への影響が大きいことであり、影響を最小限にとどめる必要があると考えます特にこれまで100%呉製鉄所に依存してきた企業にとっては、100%の業績がゼロになるわけですこれだけ見ても大変な支援が必要になると思われます え迅速に対応できる具体,策具体的な対策は、体制ですね、体制は整っているのか、またそうでないとしても、確実に支援をしていただけるのか、知事のご所見をお伺いします当局の答弁を求めます。商工労働局長崎康君 日鉄日清成功呉製鉄所の閉鎖の影響に伴う対策についてお答えいたします日鉄日清成功呉製鉄所の閉鎖の影響に対し迅速確実に支援するため全設備休止発表後直ちに呉市や国の関係機関をメンバーとする合同緊急対策本部を設置したところでございますまたその本部のもとに各機関の実務担当者によるワーキンググループを設置いたしまして 影響をを受けるるる事業業者や従業員にに対すす支援策についいいてて協議を進めているところでございます現時点では、日本製鉄の合理化計画の詳細が不明でございますが、今後、合同緊急対策本部で、事業者に対する経営相談や資金等の支援、従業員等に対する就労相談をはじめとした各種相談や再就職支援などの具体的な対策を、関係機関とともに検討した上で、 適時適切に実施してまいりたいと考えておりますこの際暫時休憩いたします休憩後の会議は午後2時15分から開きます